厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。報道の自由、中国の人権問題は除外。中国の人権問題で考え方集約の自民党外交部会、マスコミ取材はほぼゼロ。自民党外交部会は26日、中国による新疆ウイグル自治区や香港などでの人権問題に関し、党としての考え方を6月の先進7カ国首脳会議 G7 サミットまでに打ち出す方針を決めた。部会では日本のスタンスは非常に弱いと見られている。曖昧なままだと G7 の中で孤立しかねないなどと毅然とした態度を示すべきだとの意見が相次いだ。時事 .com ニュースより、小野田公参議院議員岡山県選挙区ツイート。本日は外交部会から米国の対中人権外交、香港、新疆ウイグル自治区、スベツト自治区について、外交部会でこの人権問題をメインテーマにするのは初めてとのことで、話はいつも出ていましたが、部会長に感謝申し上げます。いつもたくさん押しかけてくる。マスコミ、今日はほぼゼロでした。以上、ネットの情報。動画の本編は、月額90円のメンバーシップにご参加いただいた方に限定配信させていただきます。驚かれると思いますが、これが当チャンネル存続の最も安全な方法だと見込み、皆様のご理解と応援をお願いします。1. YouTube の進み方。これは私の個人的な考えで、 YouTube に確認したものではありません。まず、その点をご了解ください。近年、YouTube は広告収入が減少しています。いろいろな事情があるのですが、広告を減らす原因に一部の人たちの活動があります。その人たちは気に入らない動画を見つけては、主にその広告主に苦情、クレームを申し立てます。そうすると、広告主はうんざりとしつつ、YouTube に広告配信停止を要請します。広告主から要請されれば、YouTube は広告を停止します。言えば簡単ですが、システム作業は大変ですし、ここまでの人的作業も膨大です。それを私がメンバーシップで広告なしに設定すれば、YouTube への苦情、クレームはほぼなくなります。なくなるというより、一部の活動家たちの YouTube への苦情、クレームは、ほぼ受け付けられなくなります。詳しくは、もっといろいろあるのですが、さまつなお話ですし、また、証拠は提示できません。2. メンバーシップとは、従来からあったシステムですが、最近になって参加条件が大幅に緩和されました。YouTube が商業活動する上で、広告主ではなく視聴者様から費用をいただくという風に収入の幅を広げたのです。私のチャンネルのようにほぼ全ての動画が広告規制の対象となるものは、 YouTube から見ればお荷物です。従来のままだと動画に何か瑕疵があれば即刻チャンネル削除となります。ところがメンバーシップであれば、YouTube に確実な収益が生まれます。なので、エログロナンセンスなど、本来の違反対象でない限り、活動家の苦情はブロックできるようになります。当チャンネルは月額90円ですが、私と YouTube の配分は7対3で、私が63円、YouTube が27円です。メンバーシップの最も安い設定が月額90円ですが、それより次に高い設定は190円です。そうすると、チャンネルを守る力は高まりますが、いろいろ考え、模索した上で、月額90円とさせていただきました。もちろん、いろいろ理由があります。
ただ、細かい話なので、省略させてください。3、絶対はありませんが。以上の通り、メンバーシップは、チャンネルを守りつつ、YouTube にも収益をもたらす。大変よくできた仕組みです。もちろん皆様に、費用をご負担いただくという、厚かましいお願いが、前提になります。また、こうすれば、チャンネルは安泰かといえば、そうとも限りませんが、少しだけ安心できます。ご視聴いただく皆様には、勝手に応援をお願いし、ご負担をおかけしますが、ご了解をお願いします。4. メンバーシップの特典。登録バッジやコメント用アイコンが使えるようになりますので、ぜひご活用ください。私は毎日、平均して10時間ほど動画作成に携わっています。すべて自分が作業し、外注は使っていません。ということで、大変低い生産性ですが、毎日配信を目指して頑張ります。5. iPad、iPhone のご注意。なお、iPad、iPhone で YouTube メンバーシップに登録していただく場合、手順が難しくなっていますので、動画説明などに参考動画の URL を記しています。その動画をご覧いただき、登録をお願いします。6. 当チャンネルについて。当チャンネルは、内外の様々なニュースに対する国内、海外の反応をお知らせし、情報の共有を目指すものです。私は定年退職した元サラリーマンで、70歳の年金生活者です。女房と二人暮らしで、つつましく暮らしています。なので、動画作りは、毎日、充実した時間を過ごし、ボケを防止するためのものです。おかげさまで、毎日、様々なニュースに出会い、様々な視点で、解明される事実に、たくさんの驚きがあります。興味のあるニュースを探し、皆さんと共有したい情報、ファクトがあるかどうか、それを見極めています。ただ、海外の反応で、皆様にご紹介できるレベルの、情報収集が難しくなっています。中国は、政府批判が禁じられ、厳しく監視されるため、ニュースへの反応が激減しました。韓国は、反日コメが 90%、新政府が 70% と偏りが大きく、感情的なものが大半です。なので、皆さんと、共有したいニュースは、国内コメのみのものもございます。どうぞ、ご容赦ください。これからも、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は YouTube からブロックされますのでご注意ください。最後にチャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もし、ご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。